森田さん、はい、こんばんは。こんばんは。九州シティフィルハーモニー室内楽奏団の森田亮平です。アシスタントの森重祐介です。はい、すいませんね、本当先週は、この番組初のお休みをいただくというですね、初めてでしたね。初めてでしたね、うん。もうもっと早く来るかなと思ってたけど、とか言ったら違うか。本当に なんだかんだでこうなんかこうすり抜けてきたけど、うん、なんかちょうどなんか先週は間が悪くて、うん、間が悪かったですね。はい、できなかったんですよね。まあ、僕一人じゃできないっていうね、この番組はね。はい、お互いにってとこもありますけどもね。これで、はい、今日ですね、僕、スープを食べながら今話してるんですけど、そうなんですよ。ちょっとね、まあ、僕ね、先週ハンガリーに行っていて、はい、あのハンガリーの、まあ、伝統料理のグヤーシュっていうスープがあるんですけど、グヤーシュ、はい、うん、まあ、それはまあお詫びの印ということで今日作ってきてまいりました。ありがとうございます。いかがですか。いや、これね、うん、見かけがその赤のスープで中に肉とか人参とか玉ねぎとか入ってるから、はい、うん、トマトスープだと思うじゃないですか、うん、そうですね、赤いスープなんですよね、うん、はい、で、まあ、もちろん食べたら、うん、まあ、肉の出汁というか、うん、とろみに酸味がくるんだろうなと、うん、思って食べるんですけど、酸味がね、待てども待てどもね、なんか期待してるあのトマト酸味が来ないんですよ。そうです、トマトじゃないですよね。何なんですか。これね、パプリカなんですよ。あー、パプリカパウダーそうか、赤いパプリカね、うん、そうなんです、そうなんです。パプリカパウダー、パプリカってすごいハンガリーで、はい、まあ、オーソドックスな、まあ、香辛料というか調味料というか、はいはい、でもう本当に街にもういっぱい売ってて、うんうん、まあ、それを使ったね料理なんですけど。そうなんだ。あんまりねパプリカパウダー使うことないですもんね。結構ね、なんていうの、しっかりでも味がついてるし、うんうん、スパイスもこれちょっといろいろ入れたりしてるんですか。そうですね、うん、まあぼちぼち。なるほど。ぼちぼちというか、うん、やっぱねこれ一番最初に食べた料理これだったんですけど、はい、もうめちゃめちゃ美味しいなと思って。いや、美味しい、本当に。これは作ってやろうと思って。いや、ありがとうございます。毎食ね必ず食べてたんですよ。あ、そうですか、うん、確かにね。でやっぱり向こうでもそういうよく頻繁に食べる料理なんですよね。まあ、ハンガリー人が言うには、まあ、日本人がラーメン食べるのと一緒な感じっていう。なるほどなるほど、うん、だからこの店はこういう感じで、あの店はああいう作り方でとか、確かに店ごとに違うんですよ。確かにな、なんかねこうガツンとくるんですよ味が、うん、で濃ゆい味だし、うん、煮詰まってるし、うん、なんかそういう意味ではその煮込み方とかそのどの順番で入れるみたいな話とか、そう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 、ラーメンっぽい話は出そうだなっていう感じしますよ ね。それがだからやっぱそのでもラーメンと違って家庭料理なんで、はいはい、だからその家庭によって作り方が違うっていうね、うん、なんかね、あるね、あのあれと一緒のような、鶏飯と一緒のようなね、まさか離れた土地でそれに出会うとか、うん、いやそうなんです。それでなんかねそのオーケストラのね、うん、代の人にお宅のグヤシはどうやって作るんですかってね、はい、聞いたりとかして、そしたらみんななんか面白くて、そのパプリカをね入れるタイミングだったりとか、うん、パプリカを炒めて入れたりとか、はいはいはい、肉と一緒に炒めたりとか、なるほど、うん、そういうなんかいろんな順番だったりとか、あとコンソメを入れる人入れない人、ワインを入れる人がいたりとか、トマトを入れる人がいたりとか、はい、いろいろな、なるほどね、とにかく赤を出そうっていうね。あ、そうかそうか、この赤の色の出し方でまた違ってきたりもするわけですね。そうか、すごいな。いや本当に美味しゅうございます。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。はい、これはもうそしてねリスナーの皆さん、ね、ラプソディアンの皆さん、はい、お待たせいたしましたということでございますので、はい、今週も元気にやってまいりましょう。はい、お願いします。ということで通常通りのオープニング、はい、通常運転で、皆さんこんばんは。九州シティフィルハーモニー室内楽奏団コントラバス奏者の森田亮平です。アシスタントの森重祐介です。10月30日水曜日夜10時半になりました。森田亮平の水曜ラプソディの時間です。この番組はリスナーの皆さんから寄せられた疑問や異分野のゲストとの対談を得ながら中川のクラシック版音楽を見つけていこうという、そんなアドベンチャー型音楽番組です。この放送は九州シティフィルハーモニー室内楽奏団の提供で NRS 中市レディオシンジケートからお届けしております。ダメだ、1週間休んだら噛むわ。いや、噛み噛みでしたね。噛み噛みやったな今。どうしたんですか。いやいやいや、1週間やってなかったからかな。いや、うん、まあね、この番組も、はい、まあ、そうやって1週間お休みはしましたけど、ずっと続けてまいりましてですね、そうですね、本当ね、ね、
今日が何回目だったかな、そろそろね、30回とかに近づいてきてるんですよ。そうですね、そうなんですよね、うん、でちょっとね今さら確認してるんですけど、今さら確認、ね、この番組前回が、はい、25回だったんで、25回今日が26回目ということで、じゃあ年末ぐらいに、はい、30回を迎えるであろうと。30回記念すごいですね。そっか、20回記念で公開収録したんだっけ、はい、いやもうちょっと前かな、もうちょっと前だったっけ、ですよね、そんな時が経ってるのか経ってるんですよ、経ってるね、意外とね、そうですよ、まあね、ここまでいろんな方に出ていただいたりとかしましたよね、はい、楽団からも、はい、オーボエの岩崎かなさん、バイオリンの田中翔さんはじめ、ね、はい、出ていただきましたし、ね、ブッキングマン森田のコーナーには、ね、キトゥーピーだったりとか、はい、ナチュラルビアガーデンのゆうやさんだったりとか、いろんな方のご協力を得ながらここまで来たわけですけど、はい、まだまだそうです、ね、これからちょっとグレードアップしていかないとと思いまして、グレードアップに際してですね、グレードアップに際してこれ僕森重はですね、この NRS ラジオ の、うん、その総合プロデューサー的な位置にいるんですけ ど、うん、この10番組のうち何番組かをですね、はい、うん、ポッドキャスト配信を始めようかと思っておりまして、なるほど、すごいね、なので、はい、まあ、中川で聞いていただく、中川周辺の知り合いの人に聞いていただくっていうのはもちろん、うんうん、まあ、たまたま当たったランダムな人が、ね、ランダムな人がね、ちょっと聞いていただけるような、そういうプラットフォームにちょっと進出しようと今画策しているんですよ。いいですね、やっぱね、うん、まあ、うちの番組なんていうのは専門的な番組だからね、そういうところでヒットする確率はね、うん、なかなかあると思うし、だからまあちょっとね、そのあたりでこう、うん、また我々もグレードアップしていきたいと、はい、ぜひぜひいうふうに思っているところではございますけれども、はい、うん、まあまあまあ、冒頭にありました通りですね、はい、うん、ハンガリーに、はい、そうですね、今日はまあハンガリーのね、まあ、ご報告というところもあるんですけど、うん、そうですよね、そう、まずまあハンガリーはね、なんで行ったかっていうと、はい、フランツ・リスト音楽祭っていうね、はいはいはい、音楽祭があって、はい、有名なピアニストですよね、そう、ピアニストで作曲家のリストをね、うん、まあ、叩いた音楽祭なんですけれども、はい、まあ、その音楽祭に出演するために、はい、まあ、首席指揮者の海老原光、はい、さんがですね、まあ、指揮をされるということで、まあ、僕も一緒にね行って出演させていただいたんですけれども、はい、このね、行ったところっていうのがハンガリーの首都ってブダペストなんですけど、はい、ブダペストじゃなくてブダペストから車で30分ぐらい行ったところのゲデレーという町なんですね。はいはいはい、はい、そうでしたね、うん、そう、ゲデレーっていう町がね、本当になんていうのかな、のどかなところで、すごくね、こう中川に似てる感じがして、そうですか、うん、そうなんですよ、なんかね、本当に自然もたくさんあるし、はいはい、まあ、程よくなんかお店とかもあったりとか、うん、まあ、中心から車で30分っていう位置関係も、位置関係もすごい似てるし、なんとなく似てますけどね、はい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 、でね、オーケストラのね、その指揮者の人とかにね、はい、そのうちのオーケストラの話した時に、はい、いや、中川ってこんな街なんだよって話したら、はい、すごくゲデレと似てるじゃないかみたいな感じでね、話してなんかね、まさかね、そういったところにね、はい、行くとは思いもせずにというかね、そうですよね、うん、ゲデレって今ね、ちょっとね、調べてみてるんですけれども、グドル、本当はね、なんかすごい難しい、あ、そうなんです、グドルみたいな、そういう発音なんですよね、本当だ、うん、すごい綴りが難しそうな、そうなんですよ、人口がだいたい3万3000人で、中川より少し少なめですけれど、確かにね、広さとしても縦長というか、はい、割と細長い、細長い感じですね、地図になってるんですね、うん、でね、このゲデレーにゲデレー交響楽団っていうね、オーケストラがあるんですけど、はあはあ、これまたね、うちのね、九州シティフィルとね、とってもね、似たような感じで、はあ、うん、人数も本当にその正式なメンバーは十何人しかいなくて、はいはい、だから今回みたいな音楽祭やりますとかいう時に、はい、オーケストラ増やす時には、まあ、アソシエイトでこう手伝ってくれる人が来て、はい、大きな編成して、はいはい、でその翌週は学校公演だって言って、学校を回るって言って、なるほど、ゲデレーだったりその周辺の、はいはい、その時は、5、6人とか10人ぐらいで回ったりするっていう話で、うん、公演数もなんかね、似たような感じで、へえ、うん、なんかいいですね、そういうゲストをどんどん呼べるっていうことは、ね、来てもらってやっぱ喜んでもらえる場所だからであろうと思うんですけど、
なんか今写真がね実はジャパンアーツさん の、はい、あのホームページに記事が上がっていて、これ森田さんもね写ってるんですよ。あ、写ってます、写真ね。あ、そうですか。リハーサルの写真が写ってて、あ、なるほどなるほど、出るんですが、なんかすごいでも雰囲気がいいですね、はい、そうですね、リハーサルもね一番最初はなんかその、うん、そこのオケの、まあ、本拠地のホールみたいなところでやらせていただいて、はいはい、そこもなんかミリカローデン中川みたいな感じのね、うん、雰囲気のところで、で2日目はねなんか学校のまあなんかそういった練習できるようなオーケストラの練習ができるようなところみたいなので、はいはいはい、なんかそこもねなんか雰囲気的に中学校にあるじゃない立派なところ、どこ中学校だっけ、中川北中学校、中川北中学校か、はいはいはい、ね、あそこみたいな感じで、へー、うん、すごいな。でそれで最後ね、うん、演奏したのはゲデレー宮殿っていうね、うん、ハプスブルク家の、ね、はいはい、王宮ですよね、王宮があってそこでねやったんですけど、うん、うん、宮殿はない、なんか宮殿はね、うん、ないですね、ないか、前にあれですね、中川が誇る、はい、大企業アイシトートのおね、うん、CEO の岩本初江さん、はいはい、が前にお住まいだったお家はね、ええ、すごい大きな あのお家だったっていうので噂になったことありましたけれども、そうなんですね、いや城ですかね、城、城跡、城跡、まあもう建物もないですけど、うん、遺構ですけど、ね、ああ遺構か、あとはまあやっぱ宮殿はないですかね、ないか、そうだよなとか、宮殿の発電所はありますね、九州電力あんな違うだろうって、なるほどねそう来ると思ったぜっいやなかなか森田さんが行かないから、いやいや、やっぱりずっと宮殿宮殿から行った方がいいのかなと無駄な尺を使いましたが、はい、まあそういった感じでね、はい、まあコンサートをやってきて、うんうん、でまあ本当にもう着いてすぐからもうすぐリハーサルだったんですけど、はい、今回ねすごく思ったのが本当にねそのいつもまあ僕海外行くときに福岡から海外近いよって話するんですけど、はい、まあそれいつも結構僕アジア圏に行ってるからっていうのは、まあ、自分でも薄々気づいてたんですけど、はいはいはい、ヨーロッパも近いって初めて思ったんですよ。ああそうですか、うん、どれぐらいの感じなんですか。ね今回のこう、うん、旅の行程で行くと、はい、時間の感覚としては、はい、夜夜に博多を出て、朝起きたらヨーロッパにいるって感じ。あなるほどなるほど。そう、今回僕つく、うん、使ったエアラインがチャイナ、イースなんだっけ、チャイナイースタンか、はい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 、中国東方航空で、ね、あはいはいはい、そこのエアラインがやっぱりね、はい、上海乗り換えなんですけど、上海の空港ってめちゃめちゃ大きいんですよ。おめちゃめちゃ大きくて、はいはい、やっぱ成田よりも全然大きいから、うんうん、いろんなとこ行くんですよ。なるほど。で6時半の飛行機、はい、夕方よ、夕方、はいはい、飛行機で、うん、福岡から、はい、上海に飛んで、ええ、で上海でまあ4時間ぐらいのトランジットがあって、はいはい、で12時半ぐらいの飛行機で、はい、うん、ハンガリーに向かうわけですね。行くんですよ。はい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 。で朝の現地時刻の朝の5時ぐらいに着く。うんうん、おじゃあ本当に、うん、そうかそうか。時差はね7時間あるけれど、そうそうそう、結果的にその長くかかってる分は、うん、睡眠時間になってるし、すごい寝たみたいな。すごい寝たって10時間寝たみたいな感じになってるんですよ。でもそれいいですね。本当に現にねその10時間ぐらい寝れるから、はい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 、本当にもう5時に着いても全然もうすっきり、なるほど、行動ができるという。ああ素晴らしい。そう、なんなら僕だって5時半ぐらいに空港に着いて、はいはいはい、でゲデレーのホテルに着いたのが6時半とかそれぐらいだったんですよね、はいはい、6時半7時ぐらいでリハーサルが8時45分からだったんですよ。ほう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 。だからもうそこからもう普通にリハーサル行って、すごいですね、うん、現地の人みたいな時間で行きましたね。そう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 、もう本当に現地の時間になる。へーすごいな、うん、これ帰りはどうでした。でも帰りはね、うん、昼の12時半ぐらいに出て、はいはいはい、上海に朝の、うんうん、これもまた5時ぐらいに着くんですよね。あじゃあまあしばらく起きてて、そうそうそう、ちょっと寝ればいい感じ。あすごいな、結構いいですね。そうですね。で僕の場合はその後にちょっと福岡へ行く飛行機をちょっと遅くしてしまって、うん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 、昼のね2時ぐらいの出発だったから、はいはい、8時間ぐらいのトランジットになったから、なるほどなるほど、僕はその時はもう
あの飛行機では寝ずに、はいはい、寝ないで着いてからちょっと寝たっていう。なるほどなるほど、うん、それでちょっとこうリズムを、うん、戻してね、戻して、はいはい、うん、そういう調整がね、海外行くときはすごい。そうですね、やっぱりね、遠いとこ行くとね、うん、やっぱその、そしてコンサートをやるわけですから、うん、コンディション調整大事じゃないですか。そうですね、うん、やっぱりそのな、あんまりそういえば聞いたことなかったなと思いますけど、はいはい、そういうコンディション調整で、うんうん、森田さん気使ってることとかってあるんですかね。あ、自分のから、うん、体の、うん、ないっすね。ねえなんかあんまりね、うん、あの前ほら筋トレの話を、はい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 、田中翔さん出ていただいた時にした時とかもそんなにみたいな話そんなになんか、うん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 、それどころじゃねえぜっていうもうひたすらね行ってしっかり引くっていう、そうね、ことなんですよね。うん、でもどうでした、そのハンガリーのプレイヤーたちっていうのは。うん、すごいなんていうのかな、その自分の音を持ってるっていうか、このハンガリーのオケが弾いたらこういう音がやっぱ出るんだなみたいなのはね、やっぱりありましたね。へー、うん、それはそのイメージしてたハンガリーの音なんですか。まあなんか、あ、こういう感じかみたいな、あ、うん、また全然違った、全然違う感じの、それってまあ言葉ですよ、なかなか難しいとは思うんですけど、うん、何がやっぱり違うんですか。何なんだろう、捉え方とかかな。あ、その楽譜であったり、楽譜だったり音楽に対する捉え方もそうだし、うん、何なんだろうね。そうか、だから文脈が全然違うわけだから、うん、同じもの、そうそうそう、同じ曲を見ても、うん、やはり違った解釈をしてくるってことですね。そうですね、うん、あ、まあそれはもちろんね、だ、まあ、みんな違うんだろうけど、はいはい、まあなんか、うん、日本の中でのその多様な解釈とはまた少し次元の違う解釈があるってことですか。違った解釈があるなっていうのは感じましたね。いやいやいや、うん、そうするとやっぱりこの台湾の時もそうでしたけど、うん、お客さんの感じっていうのも違うんじゃないですか。お客さんももうね、あ、すごく面白いのがさ、あの拍手が、はい、普通さ、あのなんだっけ、我々拍手ってしたらさ、うん、あの、はい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 、あのお仏壇の長谷川方式ですね。はい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 、でもね、ハンガリーのそのコンサートの拍手って、うん、最初はね、はいはい、こうなんだけど、最初は普通だったけど、あ、アンコールみたいなやつ、はいはいはい、これになるんですよ。それはアンコールじゃないんですか。じゃなくてハンガリー独特なんだって。へえー、そ、あ、そうなんだ。ソリストのね、はいはいはい、あの金子ミュージさんってね、はい、ピアニストの、あの一緒に行かせていただいたんですけど、まあ、金子ミュージさんはあのハンガリーと日本人のハーフで、はい、それでまあハンガリーにもお住まいになられてて、うんうん、ミュージさんに、え、これって、この拍手ってこれ何なんですかって、これハンガリーの独特の拍手なんですよって。へー、実際なんかそのどうして集まるのかっていう研究がなされるぐらい。なるほど、うんうん、はー、それ不思議ですね。だって周りの国はそうじゃないわけでしょ。そうそうそう。それなんか分かってるんですか、なんかその拍手については。分からない。へえ。どこでどう集まるのか。だから例えば誰かが先導して集まるわけでもないし。はい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 。だし結構人が入ってれば、うん、なんかずれた感じにもなりそうですけど。そうそうそう、なりそうなんだけど。合ってるんでしょ、それが。合ってるの。すごいな。ね、不思議ですね。不思議、これはすごい不思議だった。拍手が違うっていうのは想像もしなかった。想像しなかったですね、うん、聞いてる感じのこう何ですか、テンションみたいなのはどうなんですか。まあテンションはもうまあまあ、あの普通というか、何ていうのかな、はい、もうまあクラシックを楽しんでいるというね。やっぱりね、その気軽にみんな来てるっていう感じはありましたね。あ、そうですか、うん、へえ。格好とかってやっぱ決めてくるんですか。いやいやいや、もう全然別に普通の格好で。あ、そうなんですか、うん、へ、来てましたね皆さん、うん、そうなんですね。だから本当にフラッとこう音楽会に行くみたいな、はいはい、そういう雰囲気でしたよ、はいはいはい、本当。へ、うん、なんかね、こうそういうあの場所に合わせて、うん、きちっとした格好をするって、うん、あんまりないんでしょうね。なんか最近あの卓球の愛ちゃん、うん、福原愛ちゃんが、うん、友達の結婚式にね、あの人台湾に住んでるじゃないですか、うん、行くっていうので、うん、あの基本的にその花嫁とかを食っちゃいけないから、うん、そのドレスとか着ない習慣らしいんですよ。そう、ね、なんかそのどれぐらいラフにしていいか分かんなくてみたいな話とかが話題になってて、うん、結構やっぱ海を一つ隔たるとですよ、うん、なんかその辺りっていろいろなんだなと思いますけど。そうですよね、まあ、本場ヨーロッパでも割とクラシックは、うん、気楽にって感じなんですね。まあ、本場だからこそ気楽になるのかなっていうね。なるほどなるほど、うん、そうかそうか、そう、そういう感じがね、
そうか、まあ今回そうやって演奏もされていったと思うんですけれども、はい、はいはい、どうですか、その演奏のプレイヤーの方以外との交流みたいのもあったりしたんですか。そうですね、まあまあ、プレイヤー以外っていうのはなかなかないんですけど、うんうん、まあ、そこの楽団の指揮者だったりとか、はいはい、コンサートマスターだったりとか、はい、うん、とはいろいろな話して、まあ、ゆくゆくこう、ね、うちの楽団からもまたね、はい、連れて行ったりしたいななんて話をしたりとか。なるほ ど、 なるほど、うん、じゃあ今後につながる交流にはなっていった、ね、そうですね。あとはまあやっぱりそのゲデレと中川姉妹都市にしちゃおうぜっていう、ね、はい、それがその提案が面白いなと思って、いい、ね、僕も結構ね、はいはいはい、姉妹都市案は結構唱えてるから、まだないからね、いやすごいいいですよね、うん、そこでハンガリーとかと結べたら一番ね、いやいいな、そして行きたい、行きたいね、ほんとね、だからそういう風にね、まあ、簡単にというかね、うん、行けるので、そうですね、うん、そうか、まあ僕はもう個人的にはヨーロッパは10年ほど行っていないので、うん、あ、僕も10年ぶりぐらいしてみた。あ、そうですか、うんうん、なんかね、やっぱでもなんて言うんですかね、その人の雰囲気であったりとか、うんうんうん、そういうこう起こっていることへのね、うん、関わり方というか、うん、距離感の取り方、人の、そうですね、その周りの自分と関係ないものに対する距離感の取り方がめちゃくちゃいいなっていうのは、うん、僕はドイツでしたけど、うん、すごい思いましたけど、うん、なんかね、そのクラシックのに気軽に来る感じとかっていうのもね、うん、なんかこうそういうのをこう交流でなんとかこう根付かせていくみたいなことができればいいですけど ね、 ね、こういう風な形でっていうのも ね、 ね、うん、そうかそうか、いや素晴らしい、いやいやいやね、本当に、いや貴重な体験となりましたが、まあ、これは貴重な体験というか、これをねどんどんこう広げていくっていうのがね、そうですね、うんうん、大事かなと思うので、うん、まあ今度そのまあハンガリーに行ってきましたけども、うん、中川でももちろん毎週告知をしております、うん、コンサートが待っております、はい、そうですね、まあ、あれですよね、一応今年の、うん、その大きな演奏会としては、そうですね、もう最後、ね、最後っていうことになりますよね、うん、はい、ゲリーカー、ゲリーカーですね、はい、ミスターコントラバス、ミスターコントラバス、コントラバスの神様、はい、バスケで言えばマイケル・ジョーダン、マイケル・ジョーダン、サッカーで言えばジーコ、ジーコ、野球で言えば、野球で言えば誰なんだろう、ね、誰なんですかね、ベーブ・ルースですか古いですね、だいぶね、古くなっちゃうけど、でもそういう感じだもんね、そういうことですよね、まあ、今も生きてるみたいな感覚で言うと、うん、やっぱなんかジーターとかですか、あ、もっともっと大物、もっと大物じゃない、あ、もっと大物、へえー、すごい、ジーターって感じじゃないな、あ、もっと大物、うん、あ、なんだろう、まあでも野球の場合はね、日本にもそういう選手がいっぱいいるからね、うん、ってのは野球は難しいね、まあでもそういうぐらいのクラスの人がいらっしゃるということで、うん、これ水曜日10月30日放送ですが、はい、さっきね、うん、11月の2日かな、はい、金曜日の夜10時半放送の WhatsApp 中川の収録に、はい、本当にたまたま遭遇しまして、そこでもね、偶然偶然お話しすることができて、はい、まあ、偶然なゲストがWhatsApp 中川のキヨちゃんがだいぶその魅力をね、うん、語ってくれてた、それ嬉しいですね、これね必聴ですよね、我々も聞きたい、うん、聞きたいですよね、やっぱ ね、まあ、僕がほら専門でやってる人がね、なんか言うのとさ、もともと好きで聞いててくれてた人っていうのはね、お話ししてくれるのと全然違うと思うし、そうですよね、うん、なんかちょっとそれもそうですし、毎週気ままにミリカでもね、うん、あ、そうですね、毎週毎週告知をしてくださっていますし、はい、ありがとうございます、まあまあまあ、カフェルルンでもチケット、うん、そうですね、まだ売ってるのかな、まだありますかね、売ってるんじゃないですかね、多分ね、まあ、カフェルルンに置いてあるチケットが一番いい席たちですからね本当に、いや、まあでもやっぱり、うん、そのシティフィルフォロワーとしても、はい、ルルンのお客さんでね、すごく、うん、熱心にフォローしてくださってる方って多いので、そうですね、たくさんねいらっしゃいますからね、うんうん、本当にありがたいことで、そういう皆さんがいい席で周りを ね盛り立てていただければって感じもしますしね、聞いていただきたいなってね、もう本当にね、そのもう何人中川にこの日は全国からコントラバス奏者がね、うん、はいはいはい、集結するんだろうっていうぐらいね、本当こちらもね問い合わせをたくさんいただいておりまして、素晴らしいですね、うん、まあやっぱりまあ東京でも公演あるし、はい、京都でもあるし、はい、なのでまあ京都から西ではもう中川しかないんですよ、はい、そうですよね、うん、そうなるとまあこっちに来るということなんですよね、だから一番遠いのはね、はい、静岡から来てくださる方がいて、はいはい、
あとはね、総北と岡山、はいはいはい、広島、うん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 、あとはもう山口でしょ、はいはい、であとは九州各県ですよね、はいはい、うん、でぶっ飛んでベトナムとかからも来てくださるでしょ、ぶっ飛んでタイから、ね、タイか、タイから 1,2,3,4,5 人6人か6人すごいですね、まあ、でもツアーを組んできてくれますからね、それだけの価値がある演奏会なんだということだから、うん、そうですね、これは聞き逃せないですよね、聞き逃せないですね、まあチラシの写真もめちゃめちゃかっこいいし、はい、でやっぱりなんといってもですよ、うん、森田さんのあの、うん、ゲイリーカーの思い出投稿、あこれね Facebook 今Facebook シリーズ2弾までシリーズ2してるからね、あれいいですね、いいでしょあれ、なんかいいでしょとか言って、回想みたいなのが入って、そう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 、いやぜひ ね、 やっぱねこのゲイリーっていうのはそのゲイリーカーっていうのは僕はやっぱそのコントラバス始めたきっかけなので、本当にそうですよね、うん、いやしかもクーセビツキーのねコントラバス協奏曲っていうのを聞いて、はい、ね、やりたいなと思ったってね、そのあたりがね、まあ、Facebook と僕のブログとどっちにも書いてありますので、うん、ぜひ見てみてください、そうですね、はい、そして、まあ、今日はそのクーセビツキーのコントラバス協奏曲を、うん、まあ、毎週今ねかけてますけども、はい、お別れになるわけですが、そうですね、ようやく第3楽章まで来た、うん、ということ で、 で、ね、この曲が面白いのが第1楽章の冒頭と第3楽章の冒頭って全く一緒なんですよ、はい、全く一緒なの、あのめちゃめちゃかっこいい入りですね、そうめちゃめちゃかっこいいこの入りがあって、ね、いやこの曲めちゃくちゃかっこいいですよね、そうなんですよ、ほんと映画のサントラみたいな、うん、なんていうんですか、盛り上がりがありますよね、そうですね、うん、ね、ロシアのね、はい、あの感じというかね、うん、雄大な感じ、僕もそのロシアのオーケストラとこの曲やらせてもらったことあって、ああそうですか、そう2015年か、はいはいはい、にサンクトペテルブルクで、はい、サンクトペテルブルクアカデミー交響楽団って言ってプロのオーケストラがあるんですけれども、はいはい、そこのオーケストラと一緒に、はい、それもまたベゾルフスキーベゾルスキー宮殿か、ほう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 、宮殿で、弾いたんですけど、いやこれはまあ、そういう、まあ、なんていうんですか、曲としてもすごく聴きやすいというか、はい、まあ、聴いてみんな気持ちが盛り上がりやすい曲でもあり、う、ね、うん、森田さんの思い出も詰まり、思い出も詰まり、もう世界的なプレイヤーが来る、そうです、いやもうこれはね備えずにはいられませんね、備えずにはいられない、まあ、これでねこの、まあ、あのアーカイブ聴けば、はい、クゼビツキは全部聴けるので、なるほどなるほど、まあ、じゃあ僕は、はい、そのこの今回第三楽章ですが、うん、お聞きながら、はい、このねスープをね、そうですね、いただいて、いただいて今日は優雅に優雅に締めたいというふうに思います、はい、お願いいたします、ということで改めて曲の曲名紹介をお願いします、はい、セルゲイ・クーセビツキー作曲の、コントラバス協奏曲オーパス3番より、第三楽章をお送りしたいと思います、はい、はい、それでは皆さんおやすみなさい、おやすみなさい。